日本のクリスマス作で絵みもうすぐクリスマスですねこの季節になると街はどこもクリスマスのイルミネーションでとてもきれいです華やかなクリスマスの季節は大人も子どももワクワクします私は寒いのが苦手ですがクリスマスの季節を毎年とても楽しみにしています 日本は宗教に関係なく一つのお祭りのようにクリスマスをお祝いしますそしてクリスマスは恋人友達家族で一緒に過ごす人が多いですそしてクリスマスパーティーの時絶対食べるものといえばケーキとチキンですよく外国の方に「なんでクリスマスという特別な日なのに」 チキンを食べるんですかチキンはいつでも食べられるのに」と質問されます日本ではターキーは手に入りにくくクリスマスはターキーよりチキンをよく食べますケンタッキープライドチキンも人気がありクリスマスには予約しなければ買うことができません私は毎年イルミネーションを見に行ったり ローストチキンやケーキなどのごちそうを子供たちと作ったりして家族でお祝いしています。皆さんの国ではクリスマスをどのように過ごしますか